テスラコイルは、高周波、高電圧を発生させる、共振変圧器である。ニコラ・テスラによって考案された。ニコラ・テスラによって考案されたものは、空振式共振コイルとスパークギャップを用い、二次コイルの共振を利用して、高周波、高電圧を発生させるものである。スパークギャップとコイル体からなり、コイル体は関数の少ない一次コイルと多数巻き上げた空心の二次コイル、そして放電極である容量球から出来上がっている。容量球の大小により二次コイルの共振周波数を調整する。浮遊容量による影響が大きく、強力な放電をさせようとした場合の再現性が悪いことから、不明な点の多いコイルとされる。テスラコイルの改良型として、半導体駆動回路を使用した SSTC や共振コイルを別に設けて昇圧するマグニファイアーなどがある。二次コイル上に見られるたくさんの共振周波数テスラコイルにおいては二次コイルの巻き線間に発生する規制容量と二次コイルのインダクタンスとが分布定数上になっているために遅延回路が形成されている。このため、スパークギャップ式においては二次コイル上に多くの低材波が混在している。これは二次コイルの一次、コイル近傍部から放電極に向かって時間遅れを伴う進行波が存在するためであり、この進行波が放電極と結合部との間で反射を繰り返して共振する。この共振モードは1、4ラムダの共振モードを基本として、多数存在するのでテスラコイルの二次コイルには多数の低材波が混在した状態となっている。また一次コイルと二次コイルとの間の結合は素結合であるが二次側容量成分と共振させることで密な結合が働いている。この次回調小結合は1、2、3の周波数で発生する。SSTC においては1の周波数で駆動することにより効率的で強力な放電が得られる。共振変圧器簡易透過回路 Z、放電インピーダンス、CS、容量級の規制容量、LS、短絡インダクタンス大きな巻線比のトランスによって、高電圧を得ようとした場合、一次から二次コイル間の絶縁の都合上、また、コイルの構造上、結合係数は低くならざるを得ない。そのため、一般に一次コイルと二次コイルとに鎖交する相互磁束を形成することが困難で、漏れインダクタンスが大きくなるとともに、相互インダクタンスが小さくなりすぎて、電力の伝達が悪くなる。一方、トランスの二次コイルに電流が流れるとそれによって、磁界が発生するが、二次側の径が共振状態にあるときは、二次コイルには反共振と共振が対になって現れる。このうちの共振周波数で一次コイルを駆動すると一次側回路側の誘導性インピーダンスが激減し、二次コイルの共振電流が発生する磁界と一次コイルが発生する磁束の磁界の位相が同期して、磁界調小の状態になる。これは一次コイルの発生する磁束が二次コイルに引き込まれて一次から二次まに非常に強い結合が生じる現象であり、この状態になると、相互磁束が大幅に増加し、鉄心などにより、磁束を閉じ込める工夫をすることなく高い結合効果を得ることができる。すなわち一次コイルに与える電圧の周波数が二次側系の共振周波数であれば、本来トランスは単に一次、二次のコイルを適当に近くに設置した程度の状態でも効率よく電力が伝達できる。また、短絡インダクタンス LS と二次側浮遊容量 CS との共振で起きる磁界調小結合によって昇圧効果も期待できる。テスラコイルでは一次側に与えるこの共振周波数の交流電圧を得るために回転型ギャップを用いる。この回転型ギャップによって火花放電のインパルス電流を発生させ、高帯域の交流を共振回路に与えて振動させている。また、回転型ギャップの回転数を調整することにより一次コイルに与える周波数の調整を実現している。最もシンプルな電流共振駆動の SSTC なお、テスラコイルでは共振要素の相当部分が浮遊容量なので共振周波数が不安定であり、設置状況などにより周波数を調整する必要がある。この欠点を克服するため、SSTC では二次コイルの GND 側に発生するコイル電流の位相をもとに一次コイルを駆動する方法を行って放電効果を安定化させている。テスラコイルにおいては進行波と共振変圧器の原理の両方が働いていると考えられるが、二次コイルの分布定数性までを考慮して扱うことが困難な場合、これを集中定数として扱ってもほぼ近い解が得られる。超弧型のテスラコイル1、超弧型のテスラコイル2、テスラコイルは UFO の原動力として使われている等、疑似科学の文脈で頻出する。これはテスラコイルの作者であるニコラ・テスラが宇宙人と交信している等の開発源を数多く残していることが原因だと思われる。ありがとうございます。